はい、皆さんこんにちは。今回も献立ご紹介していきたいと思います。月曜、主菜キャベツと豚肉のトマト蒸し、副菜アスパラベーコンのサクサクソテー。火曜日、主菜鶏ささみの香ばしいごま衣焼き、そして副菜厚揚げとツナの香味和え。水曜日、主菜ウリとキノコのバリバタ醤油焼き、副菜しらすたたききゅうり。木曜日、主菜豚のネギ塩たれ焼き、副菜レンジで作りますほうれん草と豆もやしの簡単ナムル。最後、金曜日です。主菜鶏胸肉の生姜オイスター炒め、そして副菜がキャベツのソテー、きのこソースがけです。今週も1週間やってみましょう。豚肉に塩コショウしていきます。今回しゃぶしゃぶ用のお肉使ってます。大きさによってはね、半分に切ったりしてください。今回そんな大きくなかったのでそのまま使います。お酒よくなじましておきましょう。続いてじゃあキャベツ切ってます。芯だけ落としましょうね。芯硬いからね、芯落としてあげて、一番外のね葉だけ除いて、ここもねちょっとだけ落としておきましょう。はい、そのままキャベツは切っていきます。よいしょ、ザク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 。はい、キャベツ切りました。はい、続いてパセリです。パセリね、トッピングで振るので硬いね、この茎の部分だけは落としておきましょう。あとはもうザクザクザクと。はい、こんな感じでパセリを切りました。アスパラです。アスパラね、なんか今回立派なのと細いのとこう混ざっちゃったんですが、繊維がね気になるのでちょっとこう皮むいてあげましょう。硬いやつはちょっと芯が下のね部分だけ落としておきましょう。そしたらこれ斜めに切っていきます。太いのと細いのとだいぶ大きさにムラがあるので、太いやつだけ半分にしておきましょう。サイズが一緒だったらそのままで大丈夫です。はい、続いてにんにくです。スライスしていきます。マッシュルームを一口大に切っていきます。半分にしようかなと思うからね。はい、続いてベーコンです。ベーコン 1cm 幅に切っていきましょう。はい、フライパンちょっと大きめがいいですね。オリーブオイルひきます。キャベツ豚肉の順番に重ねていきます。2回やりましょう。キャベツ、そしたら先ほどの豚肉重ねていきます。ちょっとこう伸ばしてあげて置くみたいな感じかな。続いてまたキャベツを重ねます。さらにそこに豚肉、酒加えます。ぐるっと一回し。そしたら蓋をして置いていきましょう。蓋をしたら5分ほど弱火の中火です。別のフライパンでオイルひきます。で、にんにく炒めていきましょう。はい、そしたらね、にんにくの香り出てきたところでベーコン加えて炒めていきます。はい、でベーコンにね焼き色がついてきたところでアスパラガス入れます。でマッシュルーム、はい、こちらをさらに炒めていきます。5分経ちました。開けます。パカッと。あ、いい感じにお肉もね火が入ってきておりますね。ここにトマト缶入れます。でそこにコンソメ、そしてにんにく入れましょう。なじませていきます。で火加減、ここから中火にして10分ほどかな、なじむまで火を入れていきましょう。ここで蓋をして中火で10分加熱していきます。こちらも仕上げていきましょう。お醤油です。回し入れます。全体にお醤油の香り、味をつけてあげて、はい、香りがついたら器に盛り付けます。フライパン軽く拭いてあげて、パン粉入れます。パン粉、焦がしパン粉作りたいんですね。で火が強いと焦げるので、まあ、弱火ぐらいかな。じっくりじっくり火を入れていきましょう。うん、 OK。 そしたら色づきました。はい、最後かけて完成です。はい、こちらで一品完成。主主菜いい感じです。かけましょう。少しね全体なじませましょう。最後塩コショウを少しだけ味整えてあげて、はい、じゃあ器に盛っていきます。最後チーズパラッと混ぜてね、パラッとかけたらこちらで完成。主菜以上でした。じゃあいきましょう。今回鶏からいきましょうか。ささみです。筋ね処理していきます。包丁をスーッと入れてあげると筋がね取りやすくなります。あと包丁のね裏でこうググググッと引っ張るように引っこ抜いていくと取れます。そしたらそぎ切りします。斜めにそぐように切ります。はい、塩コショウ下味つけましょう。はい、そして袋に入れてね、調味料加えていきます。そしてお酒、みりんとお醤油。よく揉み込みます。はい、でちょっとこのまま置いておきましょう。厚揚げからいきましょう。一口大に切っていきます。ちょっとちっちゃめにしようかな。はい、今回は12343の12等分。じゃあいきます。生姜です。千切りしましょう。まずは皮をむいて薄く切りました。そしたら重ねて、さらにそれを縦に細く切っていきます。今度みょうがいきます。ちょっと下だけね落としてあげて、半分にして横にしてから千切りで、野菜の添え、これはね、手で食べやすいサイズに切っておきましょう。はい、切りました。でトマトはくし切りにしておきます。ヘタからねくるくるっと取って、ミニトマト添えてもいいと思いますよ。お好きなやつ添えてください。4等分ぐらいかな。結構ちっちゃめのトマトですね。はい、4等分のくし切りにしました。漬けたささみちゃんをですね、ごまにつけていきます。これね、ごまの衣ね、これ結構ね前のレシピなんですけど、すごい人気のレシピで皆さんおいしいって作ってくれた覚えてます。で足んなかったら適宜ごま足してください。たっぷりごま油入れます。ごま油ちょっと多めがいいかな。大さじ1ぐらい。フライパン温まってから鶏肉置いていきましょう。はい、並べていきます。厚揚げトースターで焼いていきます。少しずつね色が変わってきていいですね、ひっくり返していきましょう。はい、このままさらに焼いていきます。はい、炒めていきましたから、ささみにちゃんと火が入りました。そしたらね、器に盛り付けていきます。おいしく盛り付けます。おいしそう、いいですね。おい、こちらで完成。ボウルにちょっと油切りました。ツナ缶、生姜とみょうが、そして醤油、お酢、ごま油入れます。先によくあえましょう。なじませます。そしたらね、そこに焼けた厚揚げ入れていきます。で全体よくあえます。はい、最後ね塩コショウで少し味整えてあげて、混ぜたら完成。盛り付けます。夏とかいいっすね、これさっぱりしてね。おい、こちらで副菜完成です。よいしょ。これはい、そしたらねぶり下味つけていきます。塩コショウです。はい、両面やりましょう。塩コショウ、振ります。はい、でしっかりね両面なじませてあげましょう。はい、この状態で10分から15分ぐらいかな。ちょっと置いて臭みを抜きましょう。じゃあきのこいきましょう。じゃあ石突き取って、ちょっと下の部分だけちょっと落としてあげて、ここもね下食べます。で、まあこれくらいかな。食べやすいサイズ、好きなサイズに切ってください。こちらも手でほぐしていきましょう。はい、はい、しめじこんな感じです。えのきもね、下少し落としてあげて、これもね手で裂いていきます。はい、続いてパセリです。パセリはそのままザクザクと切って、最後のトッピング用ですね。塩を振って下ずりします。きゅうり上下ね少しだけ落としていきましょう。ポリ袋に入れて叩いていきます。なのできゅうりの向きに沿って叩きます。食べやすいサイズにこれ半分にぐらいにギッと折っていきましょう。はい、でもここからちょっとまあ好みなんですけど、僕あんまり種がちょっと水っぽくなるの好きじゃないので、軽く取れるところだけささっと取ります。またポリ袋を戻して、しらす入れて、すりごま、鶏ガラスープ、ごま油、にんにく、チューブでいきます。はい、あとはもんで全体なじませておきましょう。このまま盛り付けまで少し置いておきます。続いてぶりですね。ペーパーとかでね、汁気取りましょう。先に合わせておきましょう。醤油と酒、にんにくのすりおろし、よく混ぜます。アルミホイル敷いて、周りにきのこを均等に置いていきましょう。こんな感じでちょっと高さ出しながら、ちょっとグーグッと寄せながら包んでいきます。はい、で形作ってあげたら、あとは先ほどね合わせた調味料半分入れます。はい、入れました。で蓋をして、これもう一個作ります。はい、そしたらトースター入れます。240度でだいたい10分ぐらい。美味しそうですね。いいですね。これ作り置きとかにねしてもいいと思います。ちょっと多めに作って、で最後ね、よいしょ、ガリガリ、もちろん調味料入れる時も一緒に入れてつけておいても大丈夫です。はい、こちらで実際完成。ほい、こんな感じでできました。ちょっとホイルめくっていきましょう。美味しそう。上にバターのっけて、パセリ散らして、胡椒かな。ほい、こちらでホイル焼き完成。はい、じゃあまず豚肉から切っていきましょう。半分にします。ちょっと大きいね。立派だね。はい。お肉、並べていきます。塩コショウしていきます。そこにお酒かけて、全体をよくなじましていきます。はい、こんな感じで。まず野菜切っていきます。みじん切りにしましょう。ほい、そしたらザクザクと切っていきます。はい、こんな感じで、まあ、ちょっと粗めのみじん切りでいいかなと思います。はい、続いて生姜はみじん切りにします。はい、そしたらね、主菜の添える野菜、はい、このくらいのサイズで手でちぎりました。これとね、落としてざく切りにしていきます。ざくざくと、はい、切りましょう。はい、洗ったもやしのっけます。はい、はい、そしたら合わせていきます。醤油、にんにくのねすりおろし、でごま油、すりごまとお砂糖、はい、よく混ぜましょう。先ほど合わせた調味料をぐるっと回しかけてラップをして加熱していきます。600ワットで、だいたい5分ぐらいかな。ちょっと5分で1回やってみて様子見ましょう。はい、600ワット5分です。ネギ塩タレ作っていきます。ネギとまず生姜混ぜて、そこに調味料入れていきます。醤油、ごま油、ごま、お砂糖、そしてお塩、そして黒胡椒。事前にこうよく混ぜておきましょう。そしたらね、豚肉に栗き粉をまぶしていきます。でね、さっとつけて両面ね、しっかり粉付けしていきます。フライパンにごま油敷きます。豚肉敷きます。広げながら焼いていきましょう。はい、そしたらね、お肉焼き色つきました。ネギだれ入れていきます。ちょっと止めちゃっていいかな。で、全体をよく馴染ませて、はい、こちらでね、あと余熱でネギと生姜に火を入れていきます。はい、そしたら器に盛り付けます。美味しそう。はい、そして最後上にネギだれをかけたら完成。あ、5分いいね、いい感じ。ぐるっとよく混ぜましょう。1回ね、馴染んだところで器に盛っていきます。美味しそう。はい、こちらで副菜完成。はい、じゃあまずね、鶏肉からいきましょう。皮剥いじゃおうかな。剥ぎます。皮とかはね、押し出してますんでね、ぜひ使ってみてください。パーツをこんな感じで3つに分けて、繊維を断つようにして切っていきます。で、そぐように切っていきます。鶏肉に塩コショウしていきます。ポリ袋に入れていきます。はい、そしたらその中に生姜、そしてにんにく、そしてお酒、よく揉み込んでおきます。はい、このままちょっと置いていきましょう。主菜のネギからいきましょう。斜めに切っていきます。ちょっと大きくても大丈夫です。はい、こんな感じで斜めに切りました。キャベツです。キャベツね、半分に切れます。これソテーします。なので、芯は残しててもいいかな。続いて、はい、きのこです。きのこね、下ちょっとだけ落としてあげて、これソースになるので、ちょっとちっちゃめに切っていきましょう。はい、こんな感じ。はい、続いてしめじも一緒です。手で軽くほぐしてあげて、ザクザクと切っていきます。はい、こんな感じで切りました。生姜みじん切りにしていきます。はい、続いてパセリです。なんかすごいパセリよく出てくるの、この1週間。添える野菜です。はい、軽く洗って、はい、いいサイズにちぎりました。お砂糖、お醤油、オイスターソース入れて混ぜておきます。副菜の方の調味料を回していきましょう。お水に合わせていきます。白だし、そしてお醤油。はい、事前によく合わせておきましょう。フライパンで焼いていきます。ごま油ちょっと多めに、大さじ1ぐらいかな。つけておいた鶏肉焼いていきます。火加減は中火です。はい、このまましっかり焼いていきましょう。もう一個のフライパン、ごま油入れます。小さじ1。フライパン温まってきたところでキャベツ焼いていきます。はい、キャベツソテーします。両面しっかり焼きましょう。鶏肉ね、ひっくり返していきます。はい、このまま反対側もよく焼いていきましょう。キャベツ、ひっくり返します。はい、焼き色ついたよね。いい感じです。はい。こんな感じで焼き色つくまでしっかりやっていきます。キャベツに塩振ります。キャベツ焼けました。取り出します。同じフライパンに、ごま油、小さじ1入れます。生姜、炒めます。生姜炒めてさっと香りが出てきたところできのこ加えていきます。きのこがしんなりするまで炒めていきましょう。はい、そしたらね、鶏肉ある程度火入ってきたところでネギ加えていきます。ネギにもねしっかり火入れていきましょう。火加減はずっと中火です。ネギに火が入ってきました。そしたら調味料加えていきましょう。合わせておいた調味料を加えます。どうした火加減はずっと中火です。で、照りを出しておくようにねしていきます。なので少しずつ水分煮詰めていきます。きのこソース作っていきます。合わせておいたタレで温めていきます。きのこソースちょっとふつふつしてきました。そしたら水溶き片栗粉を回し入れてよく混ぜます。とろみをつけていきます。スーッてやったらゆっくり戻るぐらい。器に先ほど焼いたキャベツ盛り付けてきのこソースをドドッとたっぷりかけて完成。おい、そしたらねいい感じに煮詰まりました。照りも出たね。おいしそう。パセリパラパラッと振ってマヨグッと横に添えて完成。いかがでしたでしょうか。皆さんの献立作りにね、ぜひ参考になれば嬉しいです。それじゃあまたね。バイバイ。